今までたくさんの動画をありがとうございました。こちらがメインブラックの記憶を消す装置。じゃあ今日はどの服を着ようかな。普通こうやって持ち運んで、こうやって歩きながらの撮影ができる。まあこのようなカーテンですね。何ですか。謎の箱多いな。オズモポケット、こちらはですね、激推ししていきたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。突然ですが、というわけでですね、見てください、何度やってもですね、つかないんです。台に乗せたんですよね、落下したんですよね。大きな音がして全く録画ができない状況ということになりました。さすがにですね、で本体価格は確か4万6千円ぐらいなんですけども、4万円近くの機材ですので、早速修理に出したいと思います。はい、では行きたいと思います。はい、 DJI のホームページサイトです。はい、こちらでオンライン修理受付を押します。はい、では申し込み開始。ここにシリアルナンバーを入れます。はい、間違いがなければ次へ。どういった症状が起きたのか、今回はジンバルの異常ですね。でこちらに詳しくですね、今の状況を書いてください。はい、で購入先は、私はオンラインストアで購入しました。はい、購入日ですね、はい、2019年の12月の9日に購入しました。はい、でこちらの住所に、送るということですね。はい、で返送先の住所を入力していきます。全部入れたら保存、では大丈夫ですね。次へ。はい、でこちらにチェックをつけて提出。はい、というわけで、修理の申し込み受付が完了しました。 DJI からメールが来たので行きたいと思います。弊社に到着したことを確認しましたのでお知らせいたします。6月15日ですね。その2日後ですね、メールがまた来まして、見積請求書が来ました。検査を行った結果、無償対応サービスでの点検結果は、モーターアームの故障ですね。本体交換のため、シリアル番号は変更してますということですね。普通に交換すると単価3972円、こちらが無償ですね。いや正直なところ8000円から1万円ぐらいは飛ぶかなと思ったんですけども、購入したばっかりなんで。はい、ですぐ同日ですね、もう速攻で製品発送のお知らせが来ました。宅配ボックスにですね、 DJI ロゴかっこいいね、配送注意ともちろん書かれておりますよ。小型カメラですからね、新しい本体が届きました。では早速開けていきたいと思います。中を開けてみますと、蚕がたくさん入っておりました。おい、エコロバラフォーム EB、 地球に優しい、これなんて読むんですかね、もう漢字読めないんですよ。間違いが結構多くてですね、これ売り上げ倍増と読んでみました。そのカットだけですね、カットしてですね、他にもです、ほんと節減って思ってたんですよ。実は節減が正しかったんですよ。もうダサい。これですね、こちらで水死と、正解は推しです。いやー、完全に思い違いで覚えてますね。他にも探してみればゴロゴロと出てきます。もしその動画で気づかれた方はコメント欄にこれ違うぞとしていただければありがたく学ばさせていただきます。はい、とこのエコロバラフォーム EB がですね、2つ、あ、まだ入ってる、3つ入ってまして、オズモポケットがプチプチに入って、でインターネットで見ると梱包が雑と書かれていたのですが、梱包に関してはもう完璧ですね。一番下にこういった修理後の注意事項というものが入っておりました。修理後製品受け取り15日内に不具合症状が発生する場合は、無償修理対応させていただきます。というわけでですね、こちらが新品の、本当にシールも貼られているので新品ですね。ということはここにちょっとレンズのフード貼ったんですけど、これも買い直しですよね。いや、どうしようかな、つけようかな、いやまだあったっけな、ちょっと探してみます。はい、オズモポケットを買った後に、保護シールを買ったんですけども、2個あったんで、ちょっとこれをつけていきたいと思います。あ、こちらに本体のシールを貼りたいと思います。ホコリとの戦いでございます。あれ、あ、やばい、
そっちはいいやつだ。ちょっと待ってね。気をつけろ気をつけろ。よし、貼りました貼りました貼りました。はい、 OK だと思います。結構綺麗に写ってます。じゃあこちらですね、やっぱ2個セットいいですね。こちらをですね、はい、ホコリタイム。はい、うまくできたかと思います。では音のポケットお願いします。OK。 日本語、あ、そっか、アクティベーションがされてないからちょっと。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、こちらがですね、新しい大園ポケットです。やっぱフェイストラッキングもいい動きをしてますね。今後壊さないように慎重に丁寧に扱っていきたいと思います。で、今回の動画なんですが、オゾンポケットを壊してしまって修理に出す場合どういった手順を取るのか、またどれくらい日数がかかるのかなということをですね、共有したいがために取りました。で、今回の監督の件に関してはですね、まあ、無償修理ということで、まあ、特にその連絡返信を返さずもうすぐ修理をしてもらって、というかもう本体もそのままもう交換してもらって到着しました。で、今回壊れた原因としましては上に立てかけておいたんですよね。そしたらいつの間にかガタンと音がして、んと思ったらこいつがこれくらいの高さから落下したんですよ。皆さんもですね、オズモを使う際はですね、ここ結構もうバランスがねピシッとしてないんで、こうやって立てかけるのはやめた方がいいと思います。あと電源起動してる時に置くとジンバルがまた変になるので、電源を完全にオフにした後にここ乗せた方が確実です。ネットで調べたんですけども、1年以上経過した際とかはですね、その時点でそのメールが来て、例えば1万5000円かかりますよ、承諾しますかしますということで振り込みにしたら、そこから修理がスタートするという。はい、というわけでですね、こういった監督ラボではガジェットレビューも含めて何かちょっと役立つような動画をですね撮っていますので、もしよろしければチャンネル登録をしていただけますとありがたいです。新たなオズモくんとオズモライフを楽しんでいきたいと思います。今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。